おはようございます皆さん、時刻は8時40分になろうとしております、はい、今日はここじゃん近鉄は奈良駅にやってまいりました。いや近鉄列車久しぶりでしたが、すごく快適でしたね。生駒山はこうやって久しぶりやね。本当に本当になんか幸せに音があるとすればじわーやなと思いながら、この景色の来るこの景色がこの私に降り注ぐ感じをじわーんとこう味わってきました。さあ今日はどんな一日になるんですかね、教えてくださいね。今日はね、はい、山の辺の道に行きます。山の辺の道、はい、YouTube にコメントをくれたってさ、クロテンさんからクエストにお答えして山の目の上の道に行きたいと思います、ちょっと騒音が大きかったんですけれども、はい、YouTube にコメントをくださったクロテンさんからのリクエストで、はい、今日は山の目の道をこのニュー GoPro、まあ、ちょっと1年経ちましたがでお届けしたいと思っております、はい、本来であれば桜井から、はい、南コースが山の目の道の一般コースなんですけど、桜井から南が一般的な南の、はい、山の目のコース。英語喋っとんのか。あえて今日は北側のコースから、はい、北から北コースと南コースと両方行ってみようと、はい、であわよくば竜王座に登ろう、まあ、これはちょっと無理やけどね。もうね、今日はちょっとマイナーな北コースから攻めようというプランであります、はい、ちょっとなんか舗装路が4割ぐらいあるんですかね、そうやね、はいはいはい、ちょっと私も下調べしてきましたよ、はいはい、っていうようなことでもう無事南コースの最後まで行けるのであろうか、行かなあかん。今日はいい天気なんでいい絵が撮れるんじゃないでしょうか。それでも今日は元気に行ってみよう、行ってみよう、あうじわーうさい。おー久しぶりやな。しかりゅうちゃんがんみめっちゃハムハムしてる、めっちゃハムハムしてるで。何食うとんねん。すいません、なんか建物からしてなんかテンション上がるね。観光やかな。ボート乗れるってことやな。うまい、うん、あまあ美しい。あ、濃い泳いでる。あ、この人ここ行ってから戻ってきてるよ。山の上の道で。あ、これやな。お、イエーイ、やりました。すごいやんこれ。ほんまや。概要やち。すごい。まっすぐ行ってしまいましたが、ちょっと戻ってきました。まさかのこれやで。こんな普通の道路にこんなんがあるとはな。歩道を走っといたらよかったよな。鹿がおるからやな。いや、やっぱり正確にトレースしたいからね。で、ほら、これこういう風に書いたんや。こっちから来たら70メートルを右折せってことや。オーケー。はい。行こう。すごいな、街中にもこんなある。うん。山の上の道です。これ、方正式。山の上の道です。ちょっと引き返します。崖崩れがあって取れないらしいです。あの東海自然歩道の経由で来ようと思ったら、まあでも逆にいいアナウンスになったね。こっち来たらあかんってことや。通行止めって書いてあった。
9時42分、出発からちょうど1時間ですね。距離は 4.7 キロになってますが、ここですよ。ここを我々は白光寺経由、東海市政歩道経由でまっすぐ行って右に曲がろうとしたんですが、こう行くと崖崩れて行けませんということで、こっちの、これを右に曲がるコースで行ってみたいと思います。さっきの男性も下の道から行けるっておっしゃってたんで、多分これのことやと思うんですよね。こう上下ね、行ってみます。こっちはブーです。炎症寺カキ、カキどこも忘れられるね、うん、なんかほんまに山の辺って感じするわ、うん、面白い。ハルビット行きます。いいよよ。てるからね、ありがたいね、うん、って言うても迷ってるけどな、うん、センスない相変わらず。今日のおやつリンゴ、うん、おいしいね。行動するのは大切です。うん、大丈夫。生駒山です。はい、りえちゃん声ですね、うん、なんかね、こういうね、スパーッと広がる空のもと、自分の行くべき道が一本あって道しるべがあるっていうのがね、なんかこうスカッとしていいよね、人生って感じ。はい、今日ジャスト7キロ、はい、ジャスト7キロ、時刻は10時10分。ここまで我慢すれば公衆トイレがあります。なかなかね、 あっこやな。あ、ほんまや、立派そうや。いや、なかなかね、観光地離れるとなかったから、うん、いいですか皆さん、7キロ行きます。延長寺まで 1.6 キロのところ、はい、あそこに薬工寺から 3.4 キロのところ。あ、これ公衆トイレ、アナウンサー大事やで。これちょっと限られてるからね、7キロまで我慢すればある。なんか離宮みたいなところに出てきたよ。離宮ってね。なんかそんな感じやこれ。貴族が蹴鞠とかしてそうな。戻ります。はい、手だけ合わせてました、本来の山の上の道はそこを左に入るんですね。コスモス畑にちょっと寄り道します。ねえ、そこみんなで植えてんやろね、葉っぱあるから。蝶々がいっぱいいるよ、かわいい。いや、またセンスないことするとか言った。ギリセーフやで、これ。アップな。山の目が道。法人寺を目指していってあかんのか。方面なだけだよ。方面だけやな。こっちに2キロってことやろ。うん。そうだ。案内に沿って、この省略寺の方に来ましたけど、なんかちょっと案内がコンスタントにあったくせに、なんかいきなりなくなったし、ちょっと怪しいので
この入れてきたルートの人通りにおとなしく、はい、戻ります、ね、はい、北で終わってしまったら何のこっちゃないからな。そうやね、もうそうやね、おやめようかってなる、なってしまうからな。天理でもやめようかってなったらえらいこっちゃ、えらいこっちゃ、はい、余力残さな、はい。おお。ね、親切なようでようわからん案内な。やっぱりガイドのあれを持っとかんとさっきみたいな目に遭うっていうことや。走ってる、走ってるな。まあはランニング日和でもあるな、うん、これ入っていくのかな。高人寺、はい、11時31分距離は、13.8 キロ、はい、白川ダムに到着しました。純吉さんは来たことないらしいですけど、絶対来たことある。ないないない、こんな綺麗なダムやったら覚えてるはずや完全にないよ。誰か違う人と来たやんちゃうちゃう別の女やろ。そあおかおしょうかこんな風景やったら覚えてるはずや。でってれー、来ました、純吉弁当とオレンジジュース。今日は唐揚げ、ほうれん草のおひたし、白菜とリンゴのサラダ、くるみ入り、チャッチャラー、いただきます。さあ、盛況弁当に勝てるか、盛況弁当に勝てるのよ惜しいまあ食べとらへんから。いただきます。うん。お腹ペコペコ。眺めもいいし、うん、どうでしたか、来たコース。私思わなかったなまあ基本的には短期間で収束可能、まあ、ずっと暑かったから秋の気候の中ね、山に登るっていうんじゃない、気持ちのいいハイキングの唐揚げ弁当です唐揚げから来ました。お味はどうでしょうか。うん、おいしい。どうですか、盛況に勝てました。うん、これは勝ってるやろ。僅差で勝った。あ、僅差で勝った、イエーイ。こんな図です昼食会場です。ここ良かったね、場所的に。うん、うん、弁当です。美味しいね。でっかい梅干し入ってる。うん、うん、はい、12時7分再出発です。はい、あ、お手洗いはね、これ降りたところのグランドにありました。下に降りていきます。ちょっと分かりにくかったけどね、うん、はい、後半戦頑張ります。はい、頑張ります。さあ、日が高くなってちょっと暑くなってきましたね。腹ごしらえできたんで、ちょっと精神が落ち着きました。はい、はい、次は石上神社、3点なんだけど、磯の神やで。
アッパーらしいです。うん、ザ山のベロ道。うん、こうなると気持ちいいかね。はい、こっちから来て、早くそのまま直進してしまうところでした。こっちに、こっちを走ってるとまっすぐ行ってしまいそうになります。ちょっと引き返してきました。ここに標識があぶなぁ。はい、オンコース、イエーイ、あぶな。磯の神神社を目指してます。はい、あれで磯の神って読むんですよ。そう、それでちょっと読まれへんわ。うん、あと 800m。 あ、やった。あ、でも趣があるよね、この辺ね。パタの滝、意外と立派。おお、これ見れるんだね。そう、へえ。その髪、古の高橋高高に芋が祭らむ夜ぞ吹けに行ける。これはね、おごそかな感じのところですね。ほんま立派やな。うん、めっちゃ同化しておらんかった地味やなあ、ここ行った俺ね。あ、そうそう、こいつが華やかなやな、この緑色のな。めっちゃ長生きやな。うん、こっち行くんちゃうか。おお、そうやった。めっちゃ良さ、うん、めっちゃ多いな。いいね、キョドってるとこがよかったよだいぶキョドし、はい、磯の神神社でした。おーねえ、うん、まだ時間が1時やからな、うん、あ、来るからな。前は夕暮れ時でな、二人がちょっと怖かったからな、うんうん、昔もなきのなら何言ってんのちゃんと読んでくれよちょっと読まれへん。あと 400m、うん、次のポイントやろ、はい、よかった。え、あのこのナビがなくなるから若干不安やったんやけど、ちゃんと案内があるな大丈夫、俺の頭に入ったら。もう絶対やってんじゃんほんまだうるさい、こんなこだてんならもうだよミステリーツアーほんまそれ正しいわまあ、ちゃんとこういうカーブミラーのところに山のべの道って書いてあるよね山のべの道、うん、1時13分です。内山永久寺跡、距離は20キロジャスト。おお、よかった、後半に入れてホッとするわ。カキだらけですそうだねいやちょっと収穫を追いついてない感じしますね、この売れっぷりを見るときれいや、あのちゃんと餌ちゃんは費用とかやってるんやと思うんで、ないとこんな大きく育ってはい、1時25分天理観光農園です。何だとか覚えてない。おしゃれだね、天理観光農園です。立派やね、うん、すごい車いっぱい入ってる、はい、へえ、なんでやな、これ
なんでですかねこれ。南に来ると途端にね観光地区になってきたね。ゼロ。二条山が形を表してきました。こうなるともう、あ、二条山って感じだね。なあ、お前すごい、あ、素敵な写真やねこれ。お、自分で言うのもないけどこれ素敵よ。あ、入ってるけど、うん、あ、ほんまに寄り道通りですよここは。見てるだけでも楽しいわ。じゃあ道できちゃう直売所、うん、やっぱ奈良は恵まれてるよねこういう自然の資源に、うん、水と土地と日当たりもいいし、資源に恵まれた。暑い。はい。暑い。暑いな。時刻は13時55分、距離は23キロ。お、綺麗なお手洗いですね。お手洗いがこちらにございます。トイレ会。あ、これね、安心トイレガイド、これ素晴らしい情報よね。うん、こうやってね、次は 何メートル先とか何キロ先書いてあるんですよ。すごいよね。トイレセンター書いてある。うん、以上、トイレ情報でした。今焼きたてやから地球ちゃん。ああ、すみません、ありがとうございます。1キロ500円です。あ、1キロもうあんのにこれだ。あははは、前あれ2分くらい3分、うん、おいしい。食べる、あれ500円やったら安いで。でもでかいの、うん、壁やねんな、うん、そうそう、ちっちゃいのしよっか、うん、チャ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 、じゃーん、これ完全に美味しいやつ、美味しい色。これ210円やからね、安いよ、うん、はい、りゅうちゃん、いただきます。ふりみたい、砂糖入れなくてもスイートポテトやな、うん、うん、はい、旅も終わりに近づいてきました。至る所に野菜の直売所とかがあって、あの、近寄って行って品物を品定めするだけでも楽しいです。両立選手はどうだったでしょうか。まだ終わりちゃうで。旅も終わりに近づいてきましたが。後半戦やったらわかるけど。まだ終わっちゃいますね。ちゃうんですか。もう残念やけど。もう私はほぼほぼ終わってる気やけどな、これ。まだやで。夕焼け、まだやけ、カーッと。あれは生シャドウがないもんね。うん。
あるのはこういう無人野菜販売所。お初じゃがいも。あれやね、うまいことをさっきまでかげってた日がさしてきてね、うん、広々してるのがいいねやっぱ、うん、はい、盛岡さんにて100円ゲットしました、はい、ここの土地のみかんを味わってみたいと思います。それではいざもう来るかそれは視聴者の皆さんに味をお伝えしなさい、うん、これはね、多分な、美味しい感じするよ、あの、割った時のな、この皮の付き具合でわかるわ、うん、はい、見た目こんな感じです。はい、お口に入れてみてください。うん、めっちゃ美味しい。これ美味しい顔してるわ、うん、ちょっと顔はね、今こんな感じあのね、割った瞬間わかるわ、これ美味しい感じするわ。ちょっとこれ持ってください、うん、レポーターがやりました、うん、レポーターがレポーターもうね、あの剥いた時の匂いで分かる。美味しかったですよ、これ。これ美味しい匂いしますわ。100円でした。うん、味が濃い。これ100円お買い得ですね。おあの果樹園さんのみかんおすすめですね。うん、美味しかったな、うん、はい、ここでもまた買いました。はい、これはね、取れたてをなんか置いてそうな雰囲気やからね、きっと美味しいんちゃうかなって。うん、生産者の顔が見えるのが安心です、はいはい、おこう、あ、いい匂いするわ。あ、すっごいいい匂いするわ。もうね、なんかね、さーて、よし、取れました。うん、さっきの勝ちやな。しまったいやでも美味しい美味しいけどさっきの勝ち。そうやな、うん、あの味の密度が違う、うん、つるしよう。へー、柿はいらんな。柿はこの間実家から洋さんもらったから、うん、原美やん。原美やん。うるそ。うるさいな。すごい締めな、うん、うん、はい、4時8分です。距離はなんと31キロ。おー、いえいえ、つば1ですらしいですよ、これ、はい、どこやね、どこがつば1って、この辺りよ、まんもなく終わりそうです。はい、こっちですよ、はい、だいぶ火傾いてきましたねライトいらなかったですね純吉さん、ライトの心配をだいぶ前にしてはりましたけどライト持ってきてないけど大丈夫なのかこれ思ってドキドキしたけど、いらなかったね、よかった、はい、よかった。はい、大和川に出てきました。まもなくあと 1.7 キロでこの旅も終わろうとしております、はい、4時31分ゴール、え、距離はなんと33キロ、7時間50分、大方8時間もこんなことをしてきました、はい、近鉄桜井駅ゴールです、はい、だいぶ歩きましたね。歩いたな、だいぶ歩いた
いやでもね、あの気候も良かったしね、楽しかったよ。あのさつまいもとみかんの美味しさが染み渡ったね。ボスリュウジどうだったでしょうか。イエーイ。こんな時間かかると思えなかったな。それ歩いたからね。意外にしんどかったな。だいぶしんどかったわ。だいぶしんどかったな。だいぶしんどかった。まあでも初めての逆ルート面白かったわ。いつもはここスタートで山の上の道を歩いてたのが、今日は初めての北からの試みでしたね。喜んでもらえる映像作れますかね。ああいい絵が撮れたと思いますよ。そうです。あとはリュウジさんの編集次第ですね。はい、それではまた元気でお会いしましょう。まったねー。